になったんですね、はい、これで判定負けしてるんですよ。なるほど、これはなかなかね、レスリングのいろんな技知ってますからね。だから先制ポイントですね、やはり先制ポイントがまず大切、はい、今度はイスラモフが下になりまして和田にチャンスが回ってきました。さあ、これですね。さあここでグランドタピーの、はい、得意なパターンで和田がポイントを上げるか。2点以上上げたいですね、ただディフェンスもしっかりしてますよ。さあどうする、体が柔らかいですからね、無理に。さあ肘を決めた、無理にいくと乗られますからね。そうですか、この腕を決めて股に手を通して和田スペシャルなんですけどね。和田スペシャルが出るか、この辺は研究してますね。さあ和田スペシャルに持っていきたいところ、ね、ここから手を連続ローリングに行けるか。おっと入ります、逆に返された。しかし和田にもポイント、2対1になりました。ウズベキスタンが2ポイント、和田が攻めていましたがウズベキスタンの反撃で逆に和田の背中がマットにつきましたが、それで2ポイント。その動きの中で和田もポイントを上げまして1ポイント、2対1。この辺のディフェンスはこれアンクルホールドですね。足首を決めています、はい、アンクルホールド。さあここはチャンスです。この辺はなかなかディフェンスはしっかりしてますよね。そうですね、もうお互い研究してますからね、なかなかやはりスタートのタックルで ね確実にポイント取った方が堅実だと思いますね。そうですか、はい、2対1、まだ3ポイント、ノルマ製の3ポイントまでは両者達していません。あまり下がっているところでパッシブきますからね。そうですね、はい、やはり前に前に入らなくてもいいですからね、こう追い込んでいくことが必要なんですよね。こういうペースでいいと思うんですけどね。ちょっと踏み込みが浅いですね、やはり最初は警戒しているようですね、はいはい、なかなかしつこいイスラモフ、はい、ちょっと腰が引けてますよね、和田君ね。1分10秒になりました、はい、残りわずか、なかなかうまくいきませんね。そうですね、まだ和田君のペースじゃないですね。さて今度はパークでポジションにイスラモフか和田かといったところですが、和田がどうしたんですかね。腰ですか、肘ですか、肘ですか。さあここは微妙なポイントになってきましたね。そうですね、イスラモフが2ポイント、和田が1ポイント、残りが1分7秒、7秒ですね。このままですと延長戦に入ります。延長ですね、ただ1点入ってしまうともノルマ達成されちゃいますからね。あっという間に、はい、イスラモフが有利な展開に変わってしまいますので、和田としてもここは非常に苦しい立場に追い込まれたことになりますが、どうしてもこのなんていうんですか、相性があるんですよね、一度負けてるとどうしてもこう体でその怖いという気持ちがこうどっかにあるんですね。そうですか、ただ先ほども自分で技かけてるんですけど、ちょっとこう決めが甘い、はい、それだけ自分で帰ったもんですから自分の肩をついてしまったという状態なんですね。そうでしたね、はい、攻めていた和田の方がポイントを多く取られまして2対1でワンポイントリードを許しています。これでワンポイントですね、エスケープ。そうですね、和田君入りましたね、和田に入りましたね、はい、和田に入って同点です、2対2。さあやっと和田が追いつきました。そうですね、入っておりました。さあ入った、いいぞ、ワンポイント追加、はいはい、3対2、和田がゴービハインド、後ろに回ってワンポイント追加。これでもう1点追加ポイントですね。このまま終了しますと和田のポイント、はい、しかしまだまだもう1点やっぱ欲しいですね、はい、もう1点確実にするためにももう1点欲しいところ、自信を持っていることですね。ロータックルからローリングに移れるか、はい、和田、和田の2回戦です。金メダルを獲得するまで5回勝たなければなりません、はい、ここで勝ちましてもあと3回勝たなければ金には到達できないんです。1点差ですからまだ分かりませんよ。まだ分かりませんね、はい、まだこういう話をするのは少し早いかもしれません、ね、はい、絶対気抜けませんからね。3対2、日本からの応援団も駆けつけている
ジョージア国際会議センター、やはり頭に ちょっと低くした方がいいですね。そうですか、はい、わずかワンポイント差、15秒切りました。消極的になってはダメです。がっちりがぶって、そうですね、逃げ切るか、まだ、はい、あと5秒だ、6秒だ、時間がほとんどなくなりました。和田がどうやら逃げ切りました。和田勝ちました、2回戦突破、はい、苦手の相手イスラモフ、ね、一度負けているしぶとい相手を破りました。ワンポイント差、タイプ的にちょっとこう苦手意識を持ってるようですね。さあこれで3回戦に進むことになりました。必ずねこの決勝まで5試合あるんですが、必ず試合危ない試合があるんですよ。そうですか、はい、それが最初に出るか後に出るかね、はい、そういった意味では今後